役者をしていると、ステージと客席でしかもそのファンの方の目を見て会話することができない環境で仕事をしているので、支えていただいているということを感じながらも直接それが数字になることってあまりないんですよね。で、僕たちも感謝の気持ちを伝えるとしても作品を通してでしかできないから、今回このラブポイントっていうものでランキング形式になった時にその上位に食い込んだランキングを見た時に、あ、僕はこんだけたくさんの人に支えられてこの仕事ができてるんだなっていうのを改めて感じたので、やっぱりその目に見えた分自信にもなりましたし、この作品をいいものにするための活力もすごい湧いてきたので、作品を通しながらまたお客さんも一緒に味わえる作品だから体験できる作品だからこそ、その支えてくれたファンの皆さんと、素敵な作品を作り上げられたらなと今思っています。でもその応援してくれるファンの方が投票してくださって、でも見なきゃいけないという葛藤もありつつ、もう見させていただいて、上位に入らせていただいて、もう本当に素直に嬉しく思ってます。本当に感謝しかないです。あれ、今回の出させていただいた時も、ランキングという形式で、前回はやっぱりその下になることもあったりもして、やっぱりその下も味わうその苦しみだったりとかもやっぱりあり、上に登った時のその華やかなところで自分がいれるっていうのも嬉しい部分もあり、でもやっぱりその作品を通して、そのやっぱりそのランキングっていうのは本当この舞台の見せ場にもなってると思うので、その実際にどの場所に自分がいたとしても、やっぱりそこでできることってやっぱりあるもので、そのランキング上位の人を盛り上げたりとか、お客さんを盛り上げたりとか、やっぱりそうやって舞台が一つにまとまる感じだったら、多分僕はもうそれでどの場所でも受け入れようとは思います。そうですね、そのもうまさにその通りで、ラブジャッジという、浅野さんの、作品に出させていただいて、ホストの役を初めてやったんですけど、その頃とはもちろん今とはもうまた時代が変わって、ホストのなんでしょうね、そのイメージだったりとか、その実際のホストの方たちの考え方とかも全然違うものだと思うんですけども、ただそういう意味でなんていうのかな、その時のホスト役もそうでしたし、僕が、ずっとやっていたバンドもそうですし、もちろん舞台俳優だったりテレビドラマもそうですけども、やっぱり僕たちってお客様が本当に喜んでいただく、楽しんで、あ、今日いいもの見たな、元気になれたなって思うものを提供するのが僕たちの役割なので、それは演者側も作る制作側もです。で、それってある意味そのホストっていう職業にも当てはまる、すごく近いものなのかなと思ってます。で、なので、もちろんいろんなイメージで世の中でホストの皆さんとかホストクラブとかホストクラブに通う女性とかっていろんなイメージあると思うんですけども、逆にそのマイナスなイメージがもう全く消えてしまうぐらいに楽しいものに作りたいな、それは、健全で、清らかでっていうことじゃないんです。楽しいものにして、こんなに楽しい人生の一瞬を過ごせるんだから意味じゃないってみんなが胸張ってこう会場出れるような、そんな素敵なハイブリッドな、演劇に勝利したいなと思ってます。誰も不幸にしない、来た人みんなが幸せになる、そういう、ホストを演じられればなと思います。ありがとうございます。ムービーではお願いします。